46話、彩り緑の理想と現実の話。彩り緑、ギターのナズナです。ひょんなことから私たちワンマンライブやりたくなっちゃったんです。それってどうやったらできるのかな。はあ、ただいま。明坂先輩、お疲れ様です。セリナちゃん、アーリー、ライブハウスどうだった？あんまり話を聞いてもらえないというか。私たち実績もデモテープもないから何にも自己紹介できなかったし、今回は飛び込みで入ってみたけど、もっとちゃんと準備しないとダメみたいね。ライブハウスを借りるメニューみたいなの説明してくれたところもあったんだけど、やっぱり私たちのお小遣いでどうにかなる金額でもなくって。あとはその、私たちが高校生というか未成年っていうのもねそう簡単にはいかないみたい。そっか。でもお疲れ様。お疲れー。あ、全員来てたんか。あ、なるちゃん、バンドのお友達どうだった？いやー、簡単にはいかないね。他のバンドにいろいろ聞いたりしてみたけどさ、準備もそうだし、お金もかかるし、手伝ってくれる人もたくさん必要だし。やっぱりそうなんだ。演奏して終わりではないですからね。お客さんやお金を扱う分、責任も重大ですし。でもイベントってライブの主催とかやってる友達で一人やたら食いついてきたのがいたな。本当？アーリンの写真見せたらスーパーウキよくて、アイドルバンドかなんかと間違われたんじゃないかな。出演できんの？事務所は？みたいな話。はぁ、ちょっともう、やめてよ。ああ、私と同じバンドだって言ったら無言になったけど。はあ、あんたみんなにどういう認識されてるの？やっぱり何でも思うようにはいかないよね。今はできなくてもいつかやれるようにみんなで頑張ろう。みんなで続けていけば、先輩、そのうちきっと。先輩、セリナちゃん、先輩、ワンマンライブの代わりになるかはわからないけど、暑くて広くて自然の中でダイブもできて、でこんなのどうかな。お、これはナズナちゃん、これだよ。これよくない？これは一周回って逆にありなのでは。よし、これで行こう。マジで？これで行くの？というわけで、また来週に続きます。